来月まで臨時休校が続くさいたま市ではインターネットを通じて児童や生徒に配信する補習用の教材の準備に追われています。展開の仕方は、上の四角、見てください。C プラス D というものを一つのものとして、では10秒数えます。1、2、3、4、5、6、7、8。さいたま市立の小中学校では来月6日まで臨時休校が続きます。その間3日に1回程度登校して午前中のみの授業が行われますが、授業時間が減った分はインターネットを通じて補習を行う予定です。補習用の動画は1本5分程度で、学校で習う教科に加え椅子に座ってできるストレッチの動画も撮影されています。この動画は10日までに市の公式 YouTube チャンネルに配信される予定です。